はい、こんにちは。横アンティメンズ支店ビアセナートの金子です。動画のアップが少々間が空いてしまいまして申し訳ございませんでした。前回に引き続きですね、ラフシモンズの歴史について語っていきたいと思います。では前回に引き続き、2001年ラフシモンズが復帰します。デザインチームを縮小し、新しいパートナーシップにより再開します。前に話したマーク・ガイスマンのマニファクチャーであるガイスマンクロージング・インダストリーとの新たな業務提携を契機に、ラフシモンズは2001年ファッション界へ戻ってきます。その後怒涛のように大きな成功を収めていきます。はい、来ました。ライオットライオットライオット期ですよ。このシーズンは以前細くてミニマルな感じのラフシモンズと違っていて、今ではファッションの定番となったビッグシルエットを作ってきたんですね。2001年ですよ。今から19年前です。めちゃくちゃ早すぎます。はい、これはウィーン応用美術大学の教授時代にフリーマーケットでウクライナやルーマニアから来た若者たちを見てインスピレーションを受けたそうです。このシーズンのランウェイには顔を覆ったモデルが重ね着をして登場し、この頃の世界情勢といえば学校銃撃事件やゲリラ戦、反資本主義デモなど社会的混乱が反映され、人々の苦悩や反抗の色が漂っていました。2001年7月に発表されたコレクションは、あの 9.11 アメリカ同時多発テロの前に発表されたんですよね。これ、はい、これ見ての通り、正直信じられないほど未来を予言しているようです。普段これはファッション界ではあまり語られないことだと思います。ラフシモンズの服は文化的な反響をもたらすと自分的に思っていて、こんなことをやれるデザイナーなんてメンズレディース限らずいないんじゃないかと思うんですよね。一方でこのコレクションは今でも非常に評価が高いコレクションでして、中でも、コレクターが喉から手が出るほど欲しい作品が出たシーズンでした。中でもトップ3に入るほどの名作、カモフラージュのボマージャケット、これです。はい、6年前にカニエ・ウェストが着用し、価格が大高騰し、ざっと日本円で500万円もの価格で取引されました。最近だとドレイクの PV でも着用されています。セレブリティが着用すると名作となり高騰するっていう状況ですよね。アートビジネス的な現象にもなってきているので、アート好きなラフシモンズさんにとっては嫌な気はしていないんだと思います。まあ、勝手な想像なんですけども。はい、そして次、2002年春夏、真っ白なモデルが松明を掲げて登場するところから始まります。これは前々回話した A$AP のラフという曲の冒頭部分にもオマージュされていますね。2002年、秋冬、バージニアクリーパー期です。コレクションテーマは自然の二元性、自然が持つ美しさと脅威、その2つを表現したコレクションとなっています。シーズン名のバージニアクリーパーとはアメリカズタという意味です。ブルーベリーのようなエンジ色の美しい実をつけていますが、その実には実際毒があります。そうした自然の二面性を服を通して表現しているとのことです。また森林の茶色や夜の暗闇、グレーや葉っぱの緑色など自然関連のテーマを由来したカラーリングを使用しているのも特徴になっています。コレクション発表も植物が生い茂る場所で開催され、自然の壮大さを一層感じさせるコレクションになっていました。シンプルなデザインでもコレクションテーマに基づいたデザインだとまた見え方も変わってきますよね。その裏には深いメッセージが込められているのも面白いですし、それを読み解いていくのもラフシモンズというブランドの楽しみの一つでもあります。こういうブランドは本当になくて唯一無二ですよね。はい、2003年11月、スイステキスタイルアワードという賞に受賞しています。このアワードは受賞者には賞金として10万ユーロ、なんと日本円で1200万円が贈られるそうです。当時経営難だったラフシモンズはこの賞のおかげで乗り切れたととても感謝していたそうです。
2003年の SS 消費者記と言われるコレクションになります。これは、消費者文化を題材にしたコレクションになっています。ファッションの変え変え変えという呪文への反論ではなく、ラフシモンズルーに表したものだと言います。 T シャツにはプレイステーション2やキャノン、サンバンクなどの企業ロゴと一緒にメンバーシップやレジステッドといった言葉がプリントされていました。こちらの章のノートには、今日の生活環境は消費されるだけでなく消費されることにも関係していますと書いてありました。深いですね。特に若い世代のキッズたちは消費することで新しい価値観を生み出していくというような感じでしょうか。アイテムはベルギーの芸術家ピーター・デ・ポッターのコラボジャケット、MA1 ジャケットが印象的です。あと、体に直接ハンドペイントされた企業ロゴもインパクトありましたね。小ネタなんですけども、こちらの、企業ロゴのシャツなんですが、ストリートファッションのアイコン的存在にもなったインフルエンサーのイアン・コナーという子がいて、この時の、企業ロゴのシャツをタトゥーにしちゃったりしてます。ラフシモンズが好きすぎて自分の一部にしたかったそうなんですよね。はい、2003年の秋冬、クローサー期です。グラフィックデザインの巨匠ピーター・サビルがジョイ・ディビジョンやニューオーダーなどファクトリー・レコーズのバンドのためにデザインしたアルバムジャケットなどを使ったとても貴重なコレクションになっています。ピーター・サビルさんは他にも素晴らしい仕事をしています。ヨウジ・ヤマモトだったりディオールだったりですね。現在ピーター・サビルの功績もまた再評価され始めています。最近だとバーバリーのロゴも、作り直したりしていますよね。ラフシモンズの他にも多大な影響を受けているのがバージル・アブローですよ。もうカニエ・ウェストのアルバムジャケットを手掛けていて、自分をピーター・サビルに重ねていたそうです。バージル・アブローもラフシモンズには、絶賛していて、ラフシモンズが、完璧なシルエットのデザインにファクトリー・レコーズのジャケットを使うのはものすごく重要なことなんだと。ラフシモンズがデザインした強烈なウェアを身にしなかったら僕はデザイナーになっていなかったかもしれないと言っていました。あのコレクションのフィッシュテールのパーカーは僕が持っているレアアイテムの一つなんだと語っていました。余談なんですけども、ニューヨークタイムズの記事でカニエ・ウェストとバージル・アブローは2008年にラフシモンズにインターンシップを申し込んだそうです。ですがラフシモンズにやんわり断られたそうです。その後カニエとバージルはラフシモンズのインターンを断念し、フェンディでのインターンシップが始まります。その時のフェンディの会長兼 CEO を務めていたのがマイケル・バークという方で、現在のルイ・ヴィトンの CEO にも就任しています。バークさんはそれからずっとバージルの才能を追い続けてルイ・ヴィトンのメンズデザイナーに迎え入れたんですね。これすごくいい話ですよね。あとはバージルさんがですね、オフホワイトというブランドもやってまして、これのブランドを立ち上げた時にベルギーのアントワープのラフシモンズの事務所にアイテムを全部見せに来たという話があって、これは当店ベアーセナートにラフシモンズ社の社長ビアンカさんが来てくれた時に教えてくれた話になります。見せられても困ったというオチの話なんですけども、ラフシモンズがリンダロッパに店に行った時の行動力と同じものを感じますよね。はい、ここまでの流れをまとめますと、ラフシモンズの登場によって現在のメンズウェアの地位を押し上げることに大きく貢献してきたと考えています。はい、今回はですねこの辺までにしておいて、次回はですね、功績とか、はい、現在に至るまでのラフシモンズの、歴史をですね語っていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。